聖堂は宗教施設の一つである。聖堂とは聖人、君子を祀った祭礼の場、祠、廟である。中国では聖人と称えうる政治家、軍人、異性者なども廟に祀られる。孔子廟、官邸廟など。国内では横浜や神戸、長崎の中華街にも見られる。また、日本文化の中での重要な聖堂としては、湯島聖堂がある。 生協の聖堂の内部の例。緑色の布をかけた三つの台に遺構が置かれている。遺コのスタシスの向こう側に至り聖書がある。右奥の財布を着た人物は福田スクサイ。生会の聖堂の内観は、生法協会のそれとは大きく異なっている。ウィーンのキリスト教会。生法協会の聖堂の典型的な内観。展示で、聖堂は、 キリスト教での礼拝施設の名称で、ミサ、生体礼儀や、主樹の天礼儀式が行われる建物のこと。特定の信徒共同体の拠点として用いられる点で、個人宅や施設に付属し信仰共同体とつながりのない礼拝堂とは区別される。カトリック、聖教会、聖公会などの教派でこの名称を用い、プロテスタント教派では相当する施設を、 教会道を等と呼ぶことが多い。カトリックでは、地方の教会の中心で教区を治める司教が、叱識するための着材巣が置かれる制度を、司教座制度という。同様に、正教会、正公会では、司教が司式するための着在巣が置かれる制度を、司教座制度という。カトリック、正公会では司教が司式するための着在巣が置かれる制度を司教座制度、司教座制度は大聖堂とも呼ばれる。 ある建築を聖堂として使うためには多く特別の儀式を要する。これを剣道式、聖堂制正式などという。日本のカトリック神徒は会話の中で中橋時代名詞的に特定される聖堂のことをゴミ道と呼ぶことも多いが、これはあくまでも話し言葉に限られる通称のようなもので近年は本来の聖堂と呼ぶこともある。他教派では、 カトリックの聖堂を指してはこの用法に準拠するが、自破の施設には適用しない。信徒共同体を本来意味する、教会の子も、俗には聖堂を指すものとして、しばしば用いられる。しばしば聖堂は、聖書中の事件、聖人などを記憶し、捧げられる。例えば、サンピエトロ大聖堂は、首都ペトロを記憶する。復活大聖堂は、キリストの復活を記憶する。 聖人数計を行う教派にあっては、聖堂が捧げられた聖人はその堂の守護聖人となる。そしてその聖人の記憶のための祭りが、その堂の同祭となる。東方教会においては、聖堂は必ず東を向いて建てられる。この制限は、最初聖方でも尊ばれていたが、その後あまり帰り見られなくなった。大規模な聖堂には、複数の礼拝施設を、 内部ない市外部付属設備として持つものがある。これを小聖堂や礼拝堂といい、聖堂本体を使うほど規模の大きくない礼拝などに用いられる。多くの聖堂には礼拝用空間に隣接、または近接して事務所や信徒の集会施設、司祭の居住施設が設けられる。納骨堂が設けられることもある。日本には多くないが墓地が付属することもある。 ありがとうございます。